おはようございます広瀬まりです今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします今日は嬉しさは推進力になるです何かをやろうとすると有形無形の応援をしてくださる方がいらっしゃいますどんな形の応援でもそれはとても嬉しいことです自分一人ではできないことも力を貸してくださる方がいらっしゃれば よりスムーズにより素敵なものを作り上げることができますこうした方たちの出会いはとても大切です例えばコンサートをする時私一人では歌うことしかできませんそこに音響さん照明さん伴奏の方接客をしてくださる方などスタッフとして働いてくださる方はもちろんお客様として来てくださる方にもとても 力強い応援とご協力をいただいていると思っています。何度も言いますが、人が一人でできることは限られています。そこに気がついていれば、協力していただけることや応援していただくことが本当に嬉しく感じられると思います。私がそれに気がついたのは、一人で様々なことをやってきたからだと思います。 一人であれもこれもやってでも苦手なことはうまくいかないのですそんな時にそれを得意とする人が助けてくださるこんなに嬉しいことはありません私は歌い手ですから歌うことはできますでも伴走してくださる方がいないとやはり幅の狭いステージになってしまいます以前歌うことしかできない自分を情けないと思ったことがありました でも、今は一つのことしかできない自分を誇りに思っています。一つのことを極めるという意味もありますが伴走してくださる方のありがたさが身にしみるからです一人では表現しにくいことも伴走してくださる方がいらっしゃれば表現できるようになりますもし弾き語りができる私であったらその嬉しさは 半減ししていいいたかもしれないと思いますその嬉しさをしっかりと胸に抱きしめていると時には涙が流れてきます嬉しい気持ちが次に向かっていく推進力にもなっていきます推進力は他の人たちとつながりを広げていく力にもなりますたくさんの嬉しさを大きな推進力に変えて前進できるといいですね今日も あなたがあなたらしく輝きますように。広瀬まりでした。気をつけていってらっしゃい。